私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。氷川きよし、声帯ポリープから完全復帰。6月からは全国4大劇場で氷川きよし特別公演スタート。歌手の氷川きよしさんが声帯ポリープの手術を終えて完全復帰することを公式サイトで報告。6月からスタートする氷川きよし特別公演の詳細も明かしました。3月に声帯ポリープのため公演の延期や中止を伝えていた氷川さん。4月6日には手術が無事終了したことを明かし、あと少ししたら歌えるよ、と嬉しそうに報告していました。24日には動画を通してすっかり回復したことや完全復帰することを報告。関係者に心配をかけたことを詫びながら、励ましのメッセージや手紙を届けてくれたファンには、その真心に感謝の気持ちでいっぱいでございます。本当にありがとうございました、と心からの感謝の気持ちを伝えています。なお、6月からは自身初となる全国4大劇場、東京明治座、大阪新歌舞伎座、福岡博多座、愛知みその座、での、氷川きよし特別公演がスタートすることも伝えた氷川さん。稽古がそろそろ始まることを明かすとともに、公演が演劇と歌の2本立てであることも報告。演劇、ケイト・シモンの舞踏会から時間旅行でボンジュールからは、氷川さん演じる顧問ケヨン、シモン・ケイトが現代から18世紀フランスにタイムスリップし、様々な人物に変装して来歌通訳するという内容とのこと。歌のステージでは演歌やロック、ポップスを披露するそうで、幅広い世代のファンに楽しんでもらいたいとコメントしていました。ファンからは、手術の成功と復帰おめでとうございます。キーちゃんコンサート再開おめでとうございます。早く良くなって良かったです。と完全復帰を喜ぶ声とともに、くれぐれもあまり無理せずに頑張ってくださいね。楽しみにしていますね。と体調を気遣う声が寄せられています。ここにあなたが興味を持っている他の結出したニュースのシリーズがあります。北山たけしの父は田辺豊さん死去を発表。プロ歌手目指していたが断念。夢を息子の僕に託した。演歌歌手北山たけし、48、の父は田辺豊さんが先月20日に亡くなったと21日、所属事務所が発表した。75歳。病気で療養中だった。通夜と葬儀告別式は家族葬で行った。北山は2005年平17、父について日刊スポーツの取材に答えている。とにかく怖い父でした。プロの歌手を目指していたのですが、二人の子供を抱えて生活のために断念。その夢を息子の僕に託したんです。北山は友達と遊ぶことを許されず、4歳の頃から連日、時には市内で叩かれながら発声練習に明け暮れたという。泣きながら寝てしまうこともあった。8歳の頃、初めて教えてもらった曲が、父親の憧れていた北島三郎の、風雪流れ旅、だった。いつしか同じ夢を追い、16歳で北島に弟子入り志願するが断られ、5年後に再び門を叩き許された。この時に、父は、今日からは、北島先生が父親だ、って言いながら、泣いて喜んでくれました。それからデビューまでの8年間、父親から連絡が来たのは、母雅子さんの危篤の字だけ。臨終には間に合いませんでしたが死に顔がとても安らかで安心しました。市内で叩かれた時、体を張ってかばった優しい母親だった。片道切符でデビューした4年4月21日は雅子さんの命日。この曲が天国の母に届くようにと思いながらずっと頑張ってきました。これからも同じ気持ちで歌っていきます。できれば大ヒットというお土産をつけたいですね。この時、豊さんは58歳。市内を北山たけしの名前入りジャンパーに変え、息子を一生懸命応援していた。宣伝のため電車の中でも来ているんですよ。僕と二人三脚なんです。親子とも好きな言葉は我慢だと話していた。またはその他のニュース。あやーお。
くつかけ道中、飛翔細川隆史と紅白共演。今度は自分がステージの真ん中で。東スポーン楽館、演歌、尺八津軽三味線と三刀流の演歌歌手あやーを、流星が20日にリリースした新曲がくつかけ道中作詞に板に、俊也作曲し方、明人、だ。細川隆史の弟子として2019年にデビュー。昨年末には特別企画枠で出場した細川と共に NHK 紅白歌合戦のステージにも立った。どんな作品ですか？あやーお、デビュー曲の白金次郎、旅ガラスもそうでしたが、尺八を吹いて歌う明るい曲調の令和バージョンまた旅演歌です。中山道の19番目にある宿場町、くつかけを舞台にしたものです。戯曲の主人公で映画、歌にもなっている靴掛けと木次郎がメインテーマになっている始め曲なんですが、義理人情、母と子などドラマチックな歌になっています。靴掛けは長野県の中軽井沢あたり。あやーお、今回のシングルの購入者特典で、10月にあやーおと行く、靴掛け散歩、というファンの方と一緒に靴掛け観光をする企画を立てました。抽選で30人様と限られているのですが、ファンの皆様と一緒にどこかに行くのが初めてで、僕にとってもいい勉強になるかなと楽しみにしています。レコーディングはいかがでした？あやーお、今回は初めて曲間にセリフがあるんです。師匠や司法先生にもレコーディングに来ていただいて、指導していただきました。師匠からは衣装もこういう感じがいいんじゃないかとか、常にアドバイスをいただいています。細川さんはどんなアドバイスをしてくれる？あやーお、演歌を歌う時には民謡のように歌っちゃいけないよ、というのはよく言われています。僕たちのような民謡上がりの歌手は、拳をコロコロ回しすぎると歌詞がうまく伝わらないから、良いところでコロッと一個返すんだよと指導を受けています。細川さんとは昨年末に紅白歌合戦のステージに上がった。あやーお、師匠が歌っている横で三味線を弾かせていただきましたが、本当に感激でした。いつもの舞台とは全く違う感情で、緊張もありながら、嬉しさもある、なんとも不思議な感覚でした。このステージに立ったことで、次は師匠が立っていた真ん中で歌を歌う、そういう歌手に絶対なるんだという気持ちになりました。本当に貴重な経験をさせていただきました。演歌歌手日川二郎、脳梗塞の疑いで緊急入院。ヒット曲、東京の日、日、よいつまでも、で知られる演歌歌手、日川二郎、82、が脳梗塞の疑いで緊急入院したことが19日までに明らかになった。関係者によると、16日に千葉県内の自宅でベッドから起き上がれず、ろれつの回らない状態に、家族の通報で緊急搬送され、検査の結果、脳梗塞の疑いがあることが判明。呼吸困難も発症し、17日に肺の手術を受けた。現在も周囲が心配するほど予断を許さぬ容態が続いているという。日川は1962年に君を慕いてでデビュー。東京五輪が開かれた64年に東京の日よいつまでもが大ヒットし、同年の NHK 紅白歌合戦に初出場した。デビュー60周年を迎えた今年はメモリアルイヤーで、現在も現役で活動。昨年は新曲、天地人を出した。演歌歌手水木さよこ、苦節24年での大ヒット新曲、運命の時計、初トップ10入り。演歌歌手の水木さよこ、年齢非公表の新曲、運命の時計、がこのほど、音楽ヒットチャート、サウンドスキャンの演歌部門で7位にランクイン。デビュー24年目にして初めてトップ10入りを果たした。神奈川県秦野市出身の水木は1998年にあなた訪ねてでデビュー。これまで命川、女の願い酒などの作品を発売してきた。ヒットチャートでの初のトップ10を祝って、今月中旬には地元秦野で祝う会が開催され、同曲を作曲した歌手で作曲家の加藤隆二や作詞を手掛けた白川夢乃さん、ファンら約50人が集まった。
接24年での大ヒット。贈られた花束を手に水木は7位になるなんて自分でも驚いています。これも加藤、白川良先生にいい曲を書いていただいたからこそです。この歌を大切に歌って、夢の1位を獲得できるように頑張ります。と飛躍を誓った。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。